오늘의 날씨 일기에 보는 맑음 햇살 밝은 오후 무작정 어딘가 향하는 발걸음 너와 자주 걷던 거리 어쩌면 너무 익숙해져 버린 습관과 같은 매일 너랑 기억에 갇혀 살아 はい、こんにちは。カメラマンの村瀬一とバニーです。バニーも元気で、雨がね、降った時はですね、自分はね、好んで出かけるんですよね。皆さんにもね、雨の日はね、違う絵が撮れるってことですよね。っていうのは、やっぱり外に出てね、まあ近所もそうなんで、近所でこう見えるものもそうなんだけど、一体水滴かけるわけいかないからね、他人のうちの。今、この辺のところっていうのはね、割とこう、マンションが多くて、入り口のところに、まあ、花が植えてあるのがあるので、まあ、比較的撮りやすいんですね。で、あとは断ってね、撮影してもいいですかって断って撮れば、みんな気持ちよくね、撮らせてくれるので、今回はですね、この M10 モノクロームじゃなく M11 を持ってハポズミクロンをつけて、それで撮影に出かけました。はい、リングをつけると寄れるので、ね、それも便利だし、まあ自分で基本的にはね、やっぱり M10R の画質の方が、まあ自分は好みかなっていうのもあるんだけど、まあM11 もね、時々やっぱりこうやって使って、なんか確かめていくっていうのもいいかなっていうふうに思ってるんですね。今回は、動画の部分はですね、この R5 ですね、R5 に、まあ縦繰りを自分はつけてるんですけど、まあ普段はね、重たいからつけなくてもいいんですけど、まあ撮影でいつも使ってるから、
いちいち外すってことよりも、仕事で使うときにこの縦繰りが便利なので、まあ一応この形で、使ってます。でこれ100マクロはね非常にいいレンズで、まあ寄りもねすごいもう寄りが取れるので、前のね、マクロと違ってこの RF100 マクロはまあかなりいいですよね。まあここのところのね、ここのところのなんかこう回してなんかボケたりとかするっていうところは自分はもう使わないのでね、ここはもう一切使用しません自分は。なので、これに関してはねもう普通に撮ってるだけですね。キャノンのねこのマクロもすごい優秀なので使いやすいし動画も綺麗だしね。でやっぱりどっちかというとね、R3 よりもこの R5 の方が自分は使いやすいですね。雨の日でもそうなんだけど、いつもね自分が、まあ、愛犬と歩いていつも歩いてる道をよく知っといて、まあ、雨が降ったら、まあ、ここがいいなっていうのを、まあ、ある程度頭の中いつも入れとくといいと思うんですよね。で皆さんもね、まあ、新宿御苑ね、都内だと新宿御苑で撮られる方がね非常に多いと思うんだけど、まあ、自分は割と近所、まあ、愛犬がどうしてもいるので、ね、雨が降った日は愛犬は連れていけないんですけど、場にはねなんかまあちょっとかわいそうなんだけど、今日みたいないい天気はね、これから、カメラ持ってねちょっと出かけようと思ってますけど、皆さんもね常にカメラを意識して、それでまあマクロの場合っていうのは、まあ、歩いていてねとっさにこれは綺麗かなっていう角度、光もそうだけど、まあ、それを選ぶといいですね。割とこの時間的に考えれば3時ぐらいから夕方のサンセットぐらいまではもう一番こう撮影がしやすいですね。人物撮影の時はね日陰でこう撮ったりとかするんですけど、まあ考え方をね常にこう自分らしさみたいなものを出せるようにしとくといいと思うんですよね。そうして意外とこう見逃しやすいんですよね。でこういうものっていうのはまあどうすればいいのかなっていうふうに思うと思うんですよね。でまあ今回の見てて分かるように動画でも背景を暗く落とす、まあ背景がね暗く落ちるような場所を撮ってるのよく分かると思うんですよね。まあライトルームで補正とかそういったことは動画だとちょっとね難しいので、まあその辺のところもね撮りやすいように皆さんもね心がけるといいと思うんですよね。これからは本当いいシーズンなので常にねカメラをいつもこう持ち歩いてね撮れるようにしてみてください。でねやっぱり数多く撮るっていうことよりもまず自分的にはね、自分的にはもう仕事もそうなんだけど、数打ってシャッターバチバチ切ってればいいのどっかで出るだろうってことはもう絶対ダメですね。もうモデルの場合でも必ずやっぱ自分で目で見てこの子が自分に綺麗だと。でねまあポートレートのね今度フォトウォークもやるんですけど、まあ、その時にもねぜひねこう参加される方にこう一つアドバイスしとけば、とにかくただシャッター切ってちゃダメです。やっぱり自分が自分好みの、まあ、モデルに仕上げる、自分好みのねこう綺麗、自分が見て綺麗だなと思うところをシャッターを切っていくっていうことが大事で、まあ、そのようにするためには髪の毛もどうするかとか、そういったこともねいろんなことがあるんだけど、まああとはねライカでも、今度ね土曜日の時に、まあ、講習会っていうのを開いてほしいってことだったので、一部二部でまあライカのね中で、まあ、ライトを使って、まあ、皆さんにそのまあ一つのねポートレートの撮り方っていうのをね、講習会をやろうと思ってるんですね。でそれもねライカさんが、募集したらもうあっという間にもうまあ当然でしょうけど、あっという間にね、満員になってね、もう一般公開することなく、もう話が終わってしまったんですけど、マクロの撮影っていうのも、皆さんもぜひね、これからもね、やってみてください。これからの季節は本当にいいですね。で、自分のこのライカっていうね、この写真集もね、たくさん皆さんにね、購入いただいて本当ありがとうございます。左右の雰囲気ですね。雰囲気、左右の組写真ということで、まあ、このようにして写真の左右の見開きでページを構成するっていうことをね、ぜひ心がけてるんですよね。で、そうすることによって写真が楽しくなるし、で、それをね、こういうふうに、こうね、左右の写真によって、組写真によって、
そのページがすごく楽しくなってくるってことをね、まあもちろんね、このようにして一枚写真で広く見開きでね、こう、あの枯葉をね、綺麗にこう撮ってるのも、大事なので、ぜひね、皆さんこれを意識されて、やってみてください。これはですね、銀座ライカに、特大プリントでやってるエッフェル塔なんですけど、これもめちゃくちゃ綺麗で、やっぱ印刷してみると、中の描写、この、枝とか枯葉がこう映ってるとこが、皆さんもね、こう何でもないところの何でもない風景っていうのも、こうなんか捉えていくといいと思うんですよね。で、そうすると写真も楽しくなるし、組写真をするときにどうやって組写真をするかっていうことがよく分かってくると思うんですよね。こんなところも自分で気に入って撮ってるんですね。こうなんか枝の感じなんだけど、こう面白いなと思うところはもう自分の中で意識して、撮っていくようにしてます。で、これね、前にも見せてるんですけど、M10R と M8 と M11 でこう撮ってるものがね、全部こうそれぞれのこうなんていう良さが出てくるので、これもね、合わせて一回ね、まあ銀座ライカとかに京都ライカに行けばこれ見本あるので、こう見てその描写の違いですね。もう俺はね、やっぱり最終的には皆さんがね、こう持ってることっていうのは多分まあライトルームの使い方、現像の使い方がね、出し方が悪いのかなって気もするんですよね。で、自分はこの現像の仕方に関しては、もう元々最初からオートで撮影をしないから、最初からもうどういう風に設定してどういうものを作りたいかっていうのが最初に目標としてあって、その場でもう決定するので、最終的にライトルームで大きくそこで差をつけることはないんですよね。で、後になってからやるとどうしてもダメなんです。ハイライトが元々飛んだものっていうのは、もうデジタルの場合はもうゼロはゼロなので、後でそこのところをね、戻そうとしても結果的にそこにはもう描写のもんが存在しないから、最初からやっぱアンダー目に撮ってね、ハイライトまず飛ばさないってことは大事ですね。身近にあるものを、これもそうですよね。これなんかはもう実家の、庭にあった遮光線で光がこうね、差してる一部のところをまあ切り取ってるわけだけど、こういうとこも見逃さないようにするってことですね。本当にそこの枯葉のとこだけ光がこうね、隙間からパーって差してる強い光だから、そうするとその背景ってのは暗く落ちてるから、コントラストがすごい出るわけですよね。こういうところをぜひね、見逃さないようにしてみてください。で、これぜひね、ライカの写真集もね、まあいろいろたくさん購入いただいてますけど、これをね、まあぜひ参考にして、そのまあモノクロの出し方、カラーの出し方とかっていうことを、参考にされてみてください。また会いましょう。よろしくお願いします。またね、在廊したりしてますので、その時質問を受けたりしますので、で、この、これも、銀座ライカ、京都ライカにもあるので、ぜひね、皆さんこれをね、参考にされて、良い写真を撮られてください。またお会いしましょう。今日はありがとうございました。